を把握する能力高いね、やっぱね。こんぐらいですかね。わ、めっちゃ明るいわ。やっぱすごいね、これね。有名になるだけありますね、やっぱ。さあ、皆さん、こんにちは。この日はですね、8月の下旬ですね。非常に暑い日でですね。なんでこう今日喋ってるかっていうと、ここでちょっと音声が録音できませんでしたので、今日はですね、息子の部屋で今アフレコをしております。この日の、この日の設営はですね、 ADD タープに、まあ、ご覧の通りアグラチェアとかですねを、しております。で、今日インナーがですね、今回は、モスキートインナーっていうですね、去年使っていました、メッシュのですね、安いインナーなんですけど、まあ、こうやってロープで引っ掛けて調節をするということで、まあ、安物の安いインナーですわ。で、その下にコット入れて、まあ、こんな感じで寝ようかなと。まあ、これもよくやってるんですけど、まあ、スケスケスタイルですね。うん。でも、なかなか良かったですね。この、DD タープに合ってますね。うん。そう、こんな感じでやりました。まあ三角で、一応これ二人寝れるみたいな仕様だったと思うんですけどね。まあなんか指さしてますけど。で、コンテナをですね、私また変えまして、キャプテンスタックのですね、黒いですね、これ50リットルなんですよ。前使ってたアルバートルはですね、68リットルのコンテナだったんですけど、まあ50でちょうどいいんじゃないかっていうことで、これを今回新しく買いました。2900円ぐらいだったかな。うん、まあこんな感じでプラスチックになってて、防水性はないんですけど、これを最近ちょっと使ってます。よく同じやつ買いましたって言われるんですけど、僕結構コロコロ買えるんで、まあよかったらですね、一緒にキャンプの収納についてこうやって研究していけたらいいなと思って、僕はまたこれを切り替えました。この間このコンテナの中にゴキブリが1匹いたんで、捕まえてですね、焚き火の中に放り込んでやりましたけどね。めちゃめちゃでかいゴキブリが夜1匹出たんですよ。ついこの間熊本で。まあそんなこともありましたね。でまあこんな感じでやっていこうかなと。この日は僕の他にあと4人ぐらい来たのかな。まあ、僕がちょっと早かったんで場所取りをしていたというところですね。もう YouTube3 年目になるんですけどね。秋なんで、まあ、コテコテのキリンの秋味を飲もうとしてますね。まあ、ど鉄板みたいなことやってますけど、まあこんな感じで秋が始まる。あ、これ9月、いやいや8月の末だったと思うんですけどね、まあ、秋味、味の違いは分かりませんけど、納豆ですね。納豆食ってますね。今日暑いな。下も32、3度ありましたけど、ここも結構暑いですね、いつも以上に。そう、今日もこのまだ残ってる泉に舞姫、これもハリさんからもらったやつですね。このカルディのセンスが結構ね、役に立つんですよ。朝6時に起きてるんですね。2時半に寝て6時に起きて。どこだったっけ？面白い。なんかあったよ。森さんも。森さんですね。まあ仕事でさ、いろいろあるやろ。そんなわけわからん患者とかおるっちゃけんさ。まあまあね。まあでもな、始めた。まあバグる人もおるけど。始めたのが早い人は結構多いけんね。そこら辺が。まあでもね、なかなかおらんよ。めっちゃいいけど、もうでも。感じのジムに見らんでしょ。いや見らん見らん。でしょ。と把握する能力高いねやっぱね、慎吾ちゃん。はい、なんすか。物事。いかんすね。いやいいよ。すいませんなんか。いやしかしでもなんかつくつく帽子が鳴いて。夏の終わりを感じますね。暑いけど今日は。もうほとんどつくつく帽子しか泣いてないですね。ヤックンの T シャツがめっちゃかっこいいな。僕もそれ注文すればよかった。それいいっすね。
あ、よかったっす。なんか意外に薄くないでしょそんなに。そうそう、うん、なんかちょっと痩せたっすね最近。またえ、ラーメンめっちゃ食い寄るのになんでそんな痩せたんすか。でもわかる、長浜へのそのね、ヤックンの長浜愛は俺はめっちゃわかるんですよ。警察来た、やばい、白い粉をちょっと隠さないか、やべ。いや、かっこいいねほんとね、 LX でかいっすねこれ。あ、これ一応2人用になるの？2から3人。あ、3人までいけんの。へえー、結構中広いですよ。あ、ほんと中がね、あれアメドの S ぐらい広い、より広いかもしれんな。そうなんですか。こんぐらいあるっちゃん中、2人用かなあれは。あれ結構広いですもんね。ああ、そうね、もういいね。最近はね、あの女性のソロキャンパーから見守りの依頼がよく来るんですよ。あの遠慮なく、一人じゃ怖いんで見守ってくださいって言っていただければ、あの僕一人じゃないですけどね、あの一人、僕一人で見守りってちょっと怖いじゃないですか逆に。あと一人か二人おじさん連れてきますんで、あの女性ソロキャンパーの見守りはあのやっておりますんで、九州、まあできれば九州北部がいいけど、まあ南部でもいいっすよ。そういうご要望ありましたら、もちろんあのお金なんて一切いただけませんので、ぜひあの僕はあの人がキャンプ楽しむのも好きなんで、あのサポートしますんで、インスタかなから DM ください。ねえ、見守りしますよね全然。どうせそこら辺でソロキャン僕らしてるわけだからですね、あのソロキャンしてみたいんでちょっと来ていいですかって言われたら、あ、どうぞどうぞみたいな。ねえ、ヤックンもめっちゃいい人なんで。いや、かっこいい、そのロゴの位置がやっぱちょっと上の方にあってかっこいいな。イケてるわ。相変わらずしんごちゃんかっこいいね。え、何その生え際の強さ、全然抜けてないやろ髪洗っても。今日あのしんごちゃんから焼酎いただいてるんでみんなで飲みましょう。いや、もうちょっとほら、もうちょっとチコ寄らんすか、チコチコ。いや違う、俺の方に、俺の方に来てって。うん、そうそうそう。キャンプ男チャンネル。さあ、こんな感じでね、横から見ても、これなかなか良かったですね、今年初めて使ったけど。去年あの、煙幕のインナーで使ってたんですよね。で、これ今日初めて知ったんですけど、いつも、向こうなんで、ここに貼ったの初めてなんですけど、これね、ここを登ったら、なんか湿ってんなと思ったら、なんと池があるんですよ。わかります？これ、映ってんのかな？あ、なんかメダカみ、え？ちっちゃいなんか鯉みたいなのが今いましたね。今日は天気が良くて、今まで来た中で一番暑かったっすね。気温が下がってきたな。うん、おお、これね、ヤックンはね、結構ね、ここは大丈夫かもしれんね。うん、本当に虫おらんけん、あんまり。あ、そうか。2人の天ぷらが焼き上がりましたよ。ほら、いいですね、いいよ。うまっ、うまい。それ、え、割烹の人やんそれ。気持ちだけで食べてください。とんでもないよ、そんな長崎からタイを持ってきていただいて、しかも今日イキスーパーゴールドのブラックまでいただいて、一緒に飲みましょう、一緒に。ありがとうございます、本当に俺みたいなもんに。いただきます。うーん、今まで食った刺身の中で一番うまい。ああ、そう、家が近いの、だからあの、お金が欲しいんだ。
本当に嫌なんだって、そういうその広しみたいな。これがもうなんか人気になりすぎて今2万とかなっとるね。上がりました、めちゃくちゃ上がってるよ。やっぱいいね、これをしに来た今日は。いいっすよ、キャンプ男チャンネル。さあここが入り口なんですけどね、昔はですね、ここに今一本ポールがあるでしょう。昔はですね、このポールも立ってたんですよ。なんでこの2本のポールの間をハイエースとかで通ってたんですけど、めちゃめちゃ狭かったんですよね。しかもこっから斜めに出ていくんで、でもこのポールが引っ込んでくれたんで、すっごい入りやすくなりましたね。いやー、太陽が沈んだら一気に寒くなりましたね。もう長袖を着ております。もうできんけんさ、死んだらしまいですからね。死んだらもうできんよ、こんなことは。そこ気をつけんといかんですね。そう、死なんようにすんとか。死にたくないですけどね。死にたくないけど、まあいつかは死ぬからね。そうよ、気をつけないで。これをこれ持ってくればいいのか。ヒロシですみたいなね、ヒロシっぽくこう、こう。大阪でですね、これいただいたんですよ。テルさんっていう方からですね、なんと、ルーメナをいただいてしまいました。もうそれだけじゃなくて、ちょっと今日は出さないんですけど、いろいろもらったんですよ。とか、大阪で本当にお世話になりました。飲み代を全部飲み代をですね、全部払っていただいたりとか、僕の T シャツを4枚買ってくれてる方もいらっしゃったんですけど、ちょっとテルさんからですね、今日もこのルーメナをいただきまして、僕持ってないんでこんなのもらっていいのかなと思ったんですけど、めっちゃかっこいいっしょまあ遠慮なく頂戴しまして、大事にですね使わせていただこうと思って、今日はですね照明をですねルーメナで行こうと思っております。これ使い方がまだいまいちよく分かってないんですけど、こうこんぐらいですかね。わ、めっちゃ明るいわ。やっぱすごいねこれね、有名になるだけありますね。やっぱルーメナーは必要ないとか言ってましたけど、昔必要ですテルさんありがとうございます。もうテルさんっていう人が面白くってめっちゃウケたんですよね。本当にありがとうございます。これ大事に使わせていただきますんで。しかもこれ開けた状態から充電満タンでしたね。カンカンに熱してハサミ鉄板の片割れでいきます使えるハサミ鉄板しにゃせん。と入れまして、あ、焼きしゃぶです。うん、まあいい。うん、そうそう。うん、いやこれもあれや、まあ、まあ結局なんか調味料余る問題あるじゃないですか。僕で言ったら最近味噌とかめんつゆとかポン酢だけに絞り込もうかなと思ってるんですよ最近。刺身も全部、醤油使うもんも全部ポン酢。うん、餃子も
もしかしたらポン酢で全部いけるかもしれないですね、調味料は。はい、これも今年の冬ももうめちゃめちゃ楽しむ。まああの豆炭あんかも買ったし。あれ買ったんすか。買った買った。あれもうあの楽天ポイントで買ったんよ。ただいやこれ良かったな、焼きしゃぶおすすめっすよ。そうそうそう、俺も愛の告白。うん、ロマンチックやね。うん。佐賀のなんかカスみたいなやつかな。夜に撮っとかな。いや楽しい。さあ今日もですね、標高1000メートルのセフリに来たんですけど、まあ、セフリはいいですね。まあもう時間は9時多分9時ぐらいです。あとはのんびり夜の時間楽しんでゆっくりして寝ようと思います。それではまた明日の朝、これ小路さんの真似、明日の朝オースオースやろ、オースあんま出てこんやろ。明日の朝、明日の朝でも撮ってみようかな、久しぶりに。